まわりさんと一緒に街を回ってみんなの安全を守ってくれるパトカー、そして火事の時にサイレンを鳴らして駆けつけてくれる消防自動車、そんな頼もしいパトカーと消防自動車のことをいろいろ紹介するよ。ここは東京の東村山警察署。わあ、パトカーがいっぱい並んでるね。みんなを守ってくれるパトカーはこの警察署から見回りに出かけたり事件に備えて待機をしてるんだ。こういう見回りをするパトカーをなんていうか知ってるかい？うん、知らない。警らパトカーって言うんだよ。警らパトカー？うん。このパトカーの上についているのは赤灯って言うんだ。ここから音が出るんだよね。そうだね。そしてパトカーの中には事故や事件に備えていろんなものが積んであるんだよ。本当だ、ぎっしり詰まってるね。あ、パトロールに出かけるみたいだよ。うん、よし、みんなもちょっとついてってみようか。ケーラパトカーは普通2人のおまわりさんがペアを組んでパトロールするんだ。変わったことがないか見回ってるんだね。そうだね。あ、お兄ちゃんたちが道路の真ん中を2人乗りしてる。危ないな。本当に危ないね。こんな時にはおまわりさんがマイクで注意をしてくれるんだ。道路中央は危険ですから左に寄ってってください。みんなも危ないことはしないようにしようね。はい。そしてどこで事件が起きても大丈夫なようにパトカーには無線がついてるんだ。おまわりさんはどことお話ししてるの？それはここ警視庁の通信指令センターなんだ。かかってきた110番の電話をここで受けてパトカーへ無線で指令するんだよ。それを聞いてパトカーは事件の現場へ急行するんだ。どう？わかったかい？うん、わかった。でもみんなすごく忙しそうだね。本当だね。そして次はみんなもよく知っているミニパトだよ。ミニパトにはケイさんが乗ってるんだよね。そう、ミニパトはちっちゃいから狭い道でもスイスイ入っていけちゃうんだ。そしてみんなの迷惑になっている車を見つけたらこんな風にチョークで印をつけておくんだ。もし次に来た時に移動してなかったら駐車違反になってレッカー車で移動されるんだよ。みんなもお父さんやお母さんが駐車違反しそうになったら注意してあげようね。うん、優しい父兄さんと一緒に小さな体で頑張るミニパト君、みんなも応援してあげようね。次はちょっと変わったパトカーを紹介するよ。
この移動交番車なんだ。移動交番車？そう。この車は新しい住宅地や団地など派出所のない地域へ行って臨時の交番になるんだ。へえ。あ、道を教えてあげてる。ワゴンタイプの自動車を使っているから中も広々。ここでいろんな仕事ができるんだよ。ふーん、動く交番なんだね。そうだね。移動交番車見かけたら友達にも教えてあげようね。あ、白バイだ。そう、ずらーっと並んで決まってるね。かっこいいね。白バイに乗るおまわりさんはみんなベテランの運転の上手な人ばかりなんだ。白バイは混んでる道でもスイスイ走っちゃうから交通の取り締まりも得意なんだ。僕も大きくなったら白バイに乗ってみたいな。そして次に登場するのは高速道路で活躍する高速隊パトカー。普通のパトカーと形が違うね。かっこいいな。高速隊パトカーは高速道路での取り締まりのためにこのフェラルディ Z のようにスピードの速い車が使われているんだよ。あ、出動するみたいだよ。高速隊はスピードの取り締まりだけでなく高速道路での事故や故障の時にも活躍するんだ。速くてかっこいい高速隊パトカー、高速道路を走る時はみんなも探してみようよ。いろんなパトカーが登場したけど、みんな少しずつ役目が違うの分かったかな？これからもパトカーのこと応援しようね。あー、消防自動車だ。そう、今度はみんなもよく知っている消防自動車を紹介するよ。ここは千葉県の船橋消防署。いろんな消防自動車が勢ぞろいしてるね。まずはポンプ車を紹介するよ。ポンプ車は太いホースでたくさんの水を出して火事を消すのが仕事なんだ。消防自動車は119番の通報があったらすぐ駆けつけられるように常に待機しているんだよ。あ、出動するみたいだ。ついてってみようよ。よし。火事の時は一刻を争う場合が多いから消防士さんの動きも印象そのもの。常に日頃から練習を積んでいるんだよ。ポンプ車にはこのホースカーっていう小さな車を積んでいるんだ。このホースカーで長いホースを素早く運んでっと。さあ、いいかい？もうすぐ水が出てくるよ。わっ、出てきた。すごい勢いだろ。この水で火事を消すんだよ。さて、次は長いはしごを持つはしご車を紹介しよう。
そうなはしごだね。うん、普段はしごはこうやって折りたたんであるんだよ。使うときはアウトリガーという鉄の足で倒れないように固定するんだ。これは何？テレビカメラ。はしごのてっぺんに取り付けておくと上の様子を画面で見れるんだ。ああ、動き出した。このはしご車のはしごは48メートルもあって日本で最大級のはしご車なんだよ。すごい。ああ、14階建てのビルまで届くんだ。14階。じゃあ次は一緒に乗って上まで行こうか。ちょっと怖いな。さっきつけたカメラで登っていく様子が下からも確認できるんだ。本当だ。うわー、高いなー。あ、車があんなに小さくなってるよ。高いはしごでビルから人を助け出すはしご車、すごいね。次に登場するのは化学消防車。水では消えない油火災に活躍するんだよ。変な筒がついてるよ。うん、この消防車は高所放水車といって、化学消火液を高いところから噴射して消火するんだ。ほら、角度も自由自在に動くから高いところでも狙いは正確なんだ。ふーん、すごい秘密兵器だね。これは泡原液搬送車。化学消火液を運ぶのが仕事なんだ。そしてこの大型化学車が化学消火液をポンプで高所放水車へ送るんだよ。だから火事の時は3台揃って出動するんだ。3台で力を合わせればどんな火事だって怖くないね。頑張れ化学消防車。そしてこれは破壊放水車。破壊放水車？ああ、倉庫など窓が少ない建物の火災に出動して先端で壁に穴を開けて放水するんだ。キツツキとも呼ばれているんだよ。へー、キツツキか。これはミニポンプ車。大きな消防車が入りにくい狭い道でもスイスイ入っていけるんだ。そしてこれは肺炎高発泡車。火災の時に出る煙を吸い込んで消火活動をやりやすくするんだ。泡消火液を出す高発泡車としても使えるんだよ。うわー、消防車がたくさん並んでるね。うん、これは出初め式といって毎年行われるんだ。普段見れない消防自動車や訓練の様子などを見ることができるんだよ。いろんな消防自動車があったけど、火事ってとっても怖いものだから、なるべく消防自動車が出動しなくて済むように、みんなも火遊びは絶対しないように気をつけようね。工事現場ではいろいろな車が働いている。
そしてそこで働く車はみんな力持ちの頼もしい車ばかりなんだ。今日はこうした工事現場で活躍する力持ちの車たちを紹介するよ。ここは埼玉県秩父市にある新キャタピラー三菱の秩父センター。うわー、いっぱい並んでるね。うん、ここにはさっき工事現場で見たような力持ちの車たちがいっぱい置いてあるんだよ。最初はみんなもよく知っているブルドーザー。このキャタピラー D11N は世界最大級のブルドーザーなんだ。うわー、ほんとだ。運転手さんがちっちゃく見えるね。ほら、運転席に乗り込むのもまるで山を登ってるみたいだね。ブルドーザーはタイヤの代わりにフローラと呼ばれる凸凹の鉄の帯で走るんだよ。まるで戦車みたいだね。うん、このフローラのおかげで急な坂だってへっちゃら、ジグザグ運転だってできるんだ。かっこいいな。ブルドーザーは凸凹の地面を削って平らにしたり、土を押して一箇所に集めたり、森で木を根っこごと掘り起こしたり、いろんな仕事がいっぱい。ブレードと呼ばれる鉄の板と、後ろについているリッパという鉄の爪を使って作業をするんだ。前と後ろと両方使えるんだね。そうだね。両方とも一緒に使えば、ほら、体を持ち上げることだってできるんだ。うわー、すごいや。なんだか腕立て伏せみたいだね。ほら、お父さんブルドーザーにお母さんブルドーザー、そして子供のブルドーザーが仲良くお散歩してるみたい。大きさはこんなに違うけど、みんなすごい力持ちなんだ。みんなも応援しようね。次に登場するのは油圧ショベル。油圧ショベルはアームと呼ばれる鉄の腕を器用に使って大きな穴を掘ったり、土や石を持ち上げたりするんだよ。へえ。なんだかゾウさんがお花で仕事をしてるみたいだね。うん、アスファルトの道路だって剥がせちゃうんだよ。掘り起こした土は運転席ごとくるりと回って他の場所に移すことができるんだ。他にもこんな風にぐるぐる回したり、バケットを中心に一回転したり、ほら、こんな風に体を持ち上げることだってできるんだ。すごいや、器用なんだね。トラックへの積み込みも楽々、力だって結構あるんだよ。とっても器用な油圧ショベル君、これからも頑張ってね。そして次は
ゴムのタイヤで工事現場を走り回る力持ち、ホイールローダーだ。ホイールローダーは大きなバケットで削った岩や石を一度でたくさんダンプトラックに積み込むんだ。うわー、おっきいな。エンジン全開で突進。砕いた岩をバケットいっぱいに上手にすくい上げてダンプトラックの荷台に積み込むんだよ。このホイールローダー 992C のバケットはドラム缶50本分の量を一度に持ち上げることができるんだって。そんなに？すっごいな。ホイールローダーはブルドーザーや油圧ショベルと違ってゴムのタイヤだから走ることは大得意。タイヤだと走るのが早いもんね。そう、バケットに石を積んだままでもほらこんなに安定して走ることができるんだよ。カーブだってこの通り。あれ、なんだかちょっとおかしくない？気がついたかい。ホイールローダーは自動車と違ってカーブを曲がるときはタイヤを曲げるんじゃなくて体ごと曲げて曲がるんだよ。あ、そうか、だから大きいのにスイスイ曲がれるんだね。そういうわけ。またホイールローダーの中にはバケットを他の部品と取り替えることによっていろんな仕事ができるように変身するタイプもあるんだよ。変身？うん。このホイールローダー IT12 は大きさは小さいけど物を削ったり掴んだり20種類以上の部品と交換することができるスーパー変身カーなんだ。いろんなものに変身できるなんてかっこいいな。そうだろ。大きなスーパーカーと小さなスーパーカー、工事現場でも大活躍なんだよ。今度はちょっと変わった車、モータースクレーパーを紹介するよ。なんだかクワガタムシみたいだね。モータースクレーパーの仕事は走りながら地面を削って、その削った土をお腹のところにはめておいて違う場所に運んで下ろすという3つの仕事を1台でやっちゃうんだ。そういうの1台3役って言うんだよね。よく知ってるね。あれ、後ろからもう1台来たよ。あ、ぶつかるよと思ったら合体しちゃったよ。そうなんだ。モータースクレーパーは地面が硬かったりして1台では大変な時は合体して作業することができるんだよ。へえ、2台でタッグを組んでできるなんて面白いね。仲良しタッグのモータースクレーパーくん、僕にも助けてくれる友達が欲しいな。さあ最後に紹介するのがダンプトラックだ。このダンプトラック 777B は77トンの荷物を積むことができるんだ。街で見る大きいトラックでも10トンぐらいだから
7台分以上あるんだよ。へえ、すごいんだね。タイヤの大きさだけでも運転手さんの身長より大きいんだ。ほんとだ、すっごい迫力だね。運転席へははしごを登って乗り込むんだよ。見上げるように高いところにあるんだね。うん、うわー、高いから眺めが良くて最高だね。ダンプトラックの仕事はたくさんの土や岩を遠くまで運ぶこと。さっき紹介した超大型のホイールローダーでもバケット4杯分も積めるんだ。すごいな、まるで山を積んでるみたいだね。本当だね。もちろん重い荷物を積んだからって走れなくなることはないんだ。急な坂道やカーブだって平気で走っちゃうんだ。スーパー力持ちだね。目的地に着いたら積んでいた石や岩を下ろして任務が終了。地震が起きたみたい。ダンプトラックはこうして1日のうちに何度も何度も石や岩の積み下ろしをやってくれる働き者の頼もしい車なんだよ。うん、こんな大きなトラックに僕も一度乗ってみたいな。工事現場で働くいろいろな車たちがみんなものすごいパワーを持った力持ちの車ばかりだってこと分かってくれたかな。うん、みんなすごかったね。工事現場は危ないからみんなはなかなか見ることができないかもしれないけど、今度どこかで見かけたら遠くからでも応援しようね。